C3 パンナ大族自治州は中華人民共和国雲南省最南端に位置する自治州。名称に含まれている大族は大族ではなく族である。漢字表現は十二の線の他を意味する大語、シップソーオンパンナーを標準語で音写した表記である。日本では C3 パンナの雲南方言を経由した C3 パンナ、または C サパンナなどが広く用いられている。 主婦は、慶向氏であり、イニシエより少数民族、大族が住居し、像が生息、神座部仏教が盛んであるなど、東南アジアのような光景が見られるため、近年観光地として発展している。先進時代は、愛牢国の半島に含まれ、南昇の時代になると某の道を設置した。シップソーオンパンナーの建国は、1180年に、パヤースンカムウが、 無安ン縁んンンで王を称したこと始まる。13世紀には、モンゴル帝国の信仰があり、元朝へ基準し、さらに明朝が起こると1382年には民に、服属している。16世紀に、タウング王朝が成立すると東方への構成を強め、周辺の大族による諸国家を支配下に置くことに成功し、この過程でジョーザブ仏教やビルマ文字を吸収した。 19世紀、列強諸国が東南アジアに勢力圏を設定した際、シップソーオンパンナーは中国の領土とされたが、その後も内政は従前の通り歴代王が新朝、中華民国より都市の称号を受けて名目上中国に属するという状態が継続していた。1956年、中国人民政府のもとで行われた社会改造により、 従来の国家組織が解体、王国は滅亡し、タイ族の自治州が設定されることとなった。1980年に初めて外国人観光客に開放された。1県級、市、2県を管轄する。シーサンパンナタイ族自治区シーサンパンナタイ族自治州南は、ラオス、ミャンマーと 966km に及ぶ国境線を接する。上流では、ザチ川、 地元では、乱草港と呼ばれるメコン川が南流し、メコン水運でラオスやタイとつながる。タイ族、ハニ族、ラフ族、プーラン族など少数民族が全人口の74%を、占め、漢族は少数である。赤米、慣れ寿司、納豆など、漢民族地域にはない日本と共通する食品が今も作られ、米作中心の田園風景なども、 日本人の元凶を感じさせる。このため、日本人観光客にも人気がある。など、横山高尾、少数民族の旅へ新調者。1984年、135P。ありがとうございます。